ふーむ。この門番といいメイドさんといい。今の霊夢ごときになんであんなにあっさりやられちゃってるのかしら。曲がりなりにも面倒見てるあの子にひどい評価ね。霊夢の成長にはいい場になると思ったのだけど。まだ早計でしょう。戦闘が全てじゃないんだし。そうね。まだ入り口を突破しただけだし。では私たちも行きましょうか。あなたも結構楽しんでるじゃない？なあ、なんだったんだ今の連中は。赤い服の女といい今の二人といい。尋常ではない気の力。この私が震えて動けなかっただなんて。お気をつけください、お嬢様。人っ子一人いないわね。不気味だわ。フランでもうろついてれば聞き出せるのにな。フランって誰よ。そういえばさっきも姉妹がどうのって言ってたわね。私がもらってる情報の突起戦力リストにはさっきの門番と図書館に居座っているという魔法使い。そしてラスボスの吸血鬼しか載ってないわよ。そうなのか？それはその情報屋の実力不足ね。変えた方がいいと思うわ。これでもこの幻想郷で一番の情報屋だって言ってたわよ。記憶正しいとかなんとか。悪いことは言わない。絶対変えておけ。あなたの言うフランとやらが本当にいたなら考えるわ。本当だって。レミリアにはフランドールっていう妹がいるはずだ。怒らせたらレミリアより立ちが悪いんだぞ。まさか。レミリアスカーレットよりも。あり。いい。まあ昨夜の立ち位置が違うから他の奴らも少し状況が違うかもしれんけど、死にたくなければ用心しておくことね。以前の動画を見たい方は動画説明欄かこの画面から見に行くといいわ。よかったら高評価チャンネル登録もしていってね。